こんばんは、みなさん。バッタムです。カッミミです。DKR チャンネルへようこそ、フィリピンから。今回は、Space Adventure Cobra Episode 4 Escape Seed Prison に反応します。チャンネルのこれでと、それでは早速始めましょう。Episode 4まもなく238時座標 ES303 X 号星シロに到着します。妹の名はキャサリン。マッシュビレッジで小学校の先生をしてるらしい。ええー、先生、姉さんも賞金稼ぎなんてやめて見習ったな。そしたら俺生徒になってもいいよ。美人教師なんだけど、確かにこのアパートにいたはずなんだよね。知らねえ。おう、咲いた咲いたハイビスカスの花が、これ地球の1年生と同じだよ。あれよ、あれが悪名高いシドの刑務所。ただいまマッシービレッジ上空を通過。重力コントロール装置及び燃料噴射ノルズ異常なし。シュルス所長、特別なご指示なくばこのまま巡航いたします。特に指示はない。サガ、行くぞ。サガ、ライト。は。少しは喋る気になったか。知りません。本当に何も知らないんです。相変わらずだな。所長、これ以上ガスを入れたら廃人になって分かっておる。しかし驚いたよ。長い間探し求めていたキャプテンネルソンの娘の一人がこのシドにいたとはな。足をお呼びになったな、旦那です。お目が高い。足はこの町一番の情報や財産。ただし、小ネタもちょいと上等でやつがね。ネタさえ確かなら、文句は言わねえよ。もっともで。カルカロシ、どうぞ。ああ、一月ほど前だそうだ。理由まではわからないが、いきなり刑務所の役人が彼女のアパートに現れ、引っ張ってったんだと。おい、親父、俺にもタルカラスだ。参ったよ。あそこに入り込むにはちょっと骨だ。大丈夫。私に任せれば簡単よ、コブラ。じゃあ、任せた。ありがとう。あ？参ったよ。だ、だ、分かって、行くから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 。あとは任せたわよ、コブラ。眠らせろ。Thank you.
んた何やって捕まったの？かっこいい店。わかった、なんとなく。所長、新しい囚人を連れてきました。お前たちは運がいいぞ。これからな、ちょうど面白いショーが始まるところだ。この連中はだな、脱獄を企てたバカ者どもだ。今からこのバカどもの処刑を行う。あの二人はここの死刑執行人でね、超強化されたサイボーグだ。ゆっくりと彼女たちの腕前を見ておくんだな。テレビ出演をしてるほど暇がないんだ。$15,000アルタイル製出荷。驚いて囚人たちの売り上げリストかい。金刑務所だぜ。奴隷売買のバイトまでやってやる。それでキャサリン、キャサリン、キャサリンとったんだね。ほう、囚人が今時資料室に何の用なの？さん、深夜のデートのお相手でも探してるのかしら。大当たり。君みたいなすごい美人を探していたんだ。かわいい。ありがとう。ありがとう。アイドルしら。いっぺんに二人とデートったら。どうも。They're so big。こいつ奴隷のリストを調べていたわ。スパイよ。きっと銀河パトロール。シュルツ所長に報告を。そうね。バレちゃしょうがねえな。何を隠そう、実は俺はジェームス・ボンドさん。ニキちゃん、そんな。波の人間なら内臓は破裂、頭蓋骨は砕けてるはずよ。だから言ってるだろ、俺は007だって。だー、007。ジェームス・ボンド。はい。サイボーグのトーストなんかママレードつけても食えねえや。お前一体何者？ダブルオー。ダブル。あい。プトゥ。あら。バカな特殊強化サイボーグのこの私を生身の人間が。これでお前はもう私のもの。貴
つこいな、あんまり好きじゃないね。どう見てもただの入れ墨だな。キャプテンネルソンが娘たちに残した入れ墨が隠された財宝の地図となるにはどうしてもあと2人の入れ墨が必要ということ。さてと、それでは一つ小汚い狐を一匹騙しに行ってくる。外部からの侵入は認められません。内部の者の犯行と思われます。それにエネルギー係数機が無反応、おそらく素手で倒したものと。信じられん。素手でこの強化サイボーグを倒せる者などこの世にいるはずがない。とにかく緊急に調査を開始します。第13管区毒房数20、囚人に異常ありません。第21管区雑居房45、囚人に異常ありません。第8管区特別号30、囚人に異常なし。ん、州署長、来てください。様子のおかしい毒棒があります。なんだ、今日入ったばかりの17号。まつやん、開けろ。おやおや、ルームサービスを頼んだ覚えはないぜ。あれは一体何の悪いの。わかるでしょ、神経がデリケートでね、人目があると眠れないんだ。頼むよ、静かに寝かせておくれ。死の接吻。あのサイボーグは面白い癖があってね、自分が殺すと決めた相手には必ずキスをする。ここのところへね。貴様だ、あの死刑執行人たちを殺したのはな。銀河パトロールの回し者か、犬め。ほう、面白い。刑務所の所長がなぜ銀河パトロールを恐れるんだよ。つまるところ、その裏でやってる奴隷売買を知られては困るってわけだ。死んでもらうか、無条件でな。何のバミっぽい寸法よ。ピピリカシーシアナ、アパペタイエンナナ、キス、バイキス、キスマーク。素手でサイボーグを倒した男か、何者か知らんが惜しい男だった。所長、ギルドからご面会です。何、ギルドから。いや、これはこれは、シルス所長、失礼して一杯もらってるよ。ふん、サイボーグのお前に酒の味がわかるのかね。残っていてね、生身の体の時の習慣が俺の中にまだ少し。酒を飲みに来たわけでもあるまい。俺は忙しいんだ、余計も言え。いや、なに、大したことじゃない。ただ海賊ギルドの幹部でありながら、その務めを果たさず、それどころか裏切り行為をやっている者がいるらしいんだ。もう一杯もらうぞ。口の利き方に気をつけろよ、クリスタルボーイ。俺の方がギルドじゃ上級幹部だ。しかし俺にはギルドに真実を報告する義務があるんでね。真実だと？ギルドは入れ墨の女を捕らえたらすぐ本部に送還せよと指令を出していた。それを無視する者がいる。言葉に注意しろと言ったはずだ。お前は私がその女を隠しているとでも言いたいらしいな。入れ墨の女に隠された財宝は絶大だ。それを独り占めすれば銀河パトロール、いやギルドにも対抗しうる力を持つと言われている。おっと、俺は別に喧嘩を売りに来たわけじゃない。手を結ぼうと思ってね。手を結ぶ。そう、あんたがキャサリン・ロイヤルを、そして俺がジェン・ロイヤルを持っているというわけだ。ふん、面白い話だがな、ここにはそんな女はおらんよ。さっさと帰ることだ。そうかね。だがお前の持っている入れ墨の女を嗅ぎつけたのは俺じゃない。今夜一人面白い男がここに潜り込んだはずだ。何？シルツ社長、シルツ社長。なんだ？先ほどの17号の男は。17号がどうした？死体を始末しに行った。何？消えた。はい、壁の側面にレーザー銃のようなもので穴を開け、そこから銃。そんなバカな、
奴は丸腰だったはずだぞ。しかし壁が高熱で。やるさ、奴ならな。左腕に銃を持つ男、コブラならな。何？コブラだと？奴さ、コブラだ。顔を変えてな。奴は復活したんだ。ザーザンクトラン！セクション廃校の中だ。感づかれたな。水面にバカめ、コッパみじんだ。殺す手間が省けた。そうかな、それは波の人間の場合だ。奴がコブラだということを忘れるな。バカな、お前はコブラを買いかぶりすぎてるよ。奴だって所詮は生身の人間さ。かな。そうさ。よし、非常態勢解除。一班を選んで死体引き上げに向かわせろ。はい。それとな、サーガン。四五名を連れて俺の部屋へ来い。了解しました。おかしいな、死体が見当たらんぞ。おお、俺は一体何の真似だ。なあに、さっきの話に乗ろうっていうのさ。もっとも手を結ぶのはごめんだがね。お前の入れ墨の女だけこちらにもらう。なるほど。苦労して探す手間が省けたよ、お前のおかげでさ。あったぞ、どこだ。なんてやつだ、生きてるぞ。よう、天国に急いでる時に悪いがね、ちょいと聞きたいことがあるんだ。あった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 。ゴリ、どうだよ、キャサリンは。真面目に答えねえと今度は特急原付で地獄へ送るぜ。何？このプールの底？この野郎、いい加減なこと。本当だ、この底に特殊環境棒が。That's why it has a purpose.
galing na tobacco. Kala ko tobacco lang eh. It's not just an ordinary tobacco. Sakihodo no 17号の囚人が入れ墨の女を連れ逃走しました。Tobacco, tobacco. Tobacco, tobacco. なんでもいいから祈っててくれ。うわあ！うわあ！あんたの神様のおかげだよ。That was the ending last time. Escape, but the other woman, the sister, was captured, right? お前も終わりだな。ギルドを裏切った上、大事な女まで逃がしてしまった。最高幹部会では確実にこの俺にこう命令を出すだろう。シュルツを殺せとな。無駄だよ。俺の体は特殊変更ガラスでできているんでね。しかいないようだな。やっと刑務所を逃げ出したと思ったら、ものすごいレーザー光線が俺たちに襲いかかってきやがった。狙いがまた性格そのもの。どうやらお目当てはキャサリンらしいんだが、やっと助け出したんだから簡単にこの子を死なすわけにはいかないよな。必死の思いでゴーストタウンに逃げ込んだ俺は、ついにスナイパーの正体を見た。でもどうなってんだこれ。次回、謎を強敵スナイパーまでまた会おう。カッニミさん with the mask、 ありがとうございました。